心部に向けて移動中。各車両は応援願います。レバニラと餃子が山田さん、味噌ラーメンが池さん。この先は行き止まりだ。こっちでいいのかな。配達くらい満足にできねえのか。だってさ、いきなり車が空から降ってきたんだよ。ベラボメ、んなもんが空から降ってきてたまっかよ。だってさ、だってもさすがによ。シャラックンいる？あ、マトさんだ。ねえ、シャラックン聞いた？暴走車が街中をめちゃくちゃな運転で走り回ってるんだって。うん、知ってるよ。僕引かれそうになったもん。本当？おかげで出前のラーメンこぼしちゃった。よかった、怪我はなかったのね。ちっともよかねえや、こちら大損で。そうだ、警察に車の持ち主を調べさせてラーメン代を弁償させてやる。ないか、あれだけ高い高速道路から飛び降りたんだぞ。それなのに車の破片どころか何の被害報告もない。まさしく都会のミステリーだ。運命警部、被害報告なら一件入ってます。何？読んでくれ。はい。ラーメンこぼした弁償しやがれ、来来県のヒゲ親父より。なんだそれは。なんでもラーメンを配達中の少年が暴走車に驚いてお金持ちを落としてしまったそうです。あ、そんなこと手がかりにもならん。いや待てよ、捜査は地道が肝心だ。その少年を呼んでくれ。わかりました。失礼します。あんたは？ミドロと言います。すみません、あの暴走車の持ち主です。何ですと？じゃ誰が？おお、そうか、つまりお宅の車は何者かに盗まれたんですな。いいえ。分からん、全く分からん。話は少し前に遡るんですが。おお、伺いましょうか。失礼します。あ、例のラーメンの少年です。ああ、そこらに座って待っててもらおうか。こちらへ。ほらほら、とっとと行って。うん。実は以前に奇妙なラジコンの車のようなものを拾ったんです。このぐらいの。ラジコン？というよりロボットカーと言った方が適切かもしれません。あ、申し遅れましたが、私は自動車会社の技師をしていまして、その構造に興味を惹かれ家に持ち帰って調べてみたんです。で、それを拾ったのはどのあたりですか？上洛寺の近くです。うちの近く。それは想像以上に精密な構造で、そのセンサーや機動性はこれまでにない素晴らしいものでした。そこで私はその構造を応用して実用サイズで車を作ってみたんです。それがあの暴走車ですな。はい。ほら、これを使うといい。
ネズミ撃退メカだ。ありがとう。最近お寺にネズミが出て困ってるんだ。で、車は今どこに？私どもにも多分まだ逃げ続けているのではないかと。逃げ続けている？車は自分の意思で逃げ回っているんです。なんでそう？じゃあ無人だとでも言うんですか？その通りです。バカな、そんなことがあるはずがない。暴走車を発見しました。追跡します。その車を組み立てるにあたり、コンピューターを制御する装置の中に、私にもその働きが理解できない部分がありました。自動操縦に直結し、人間の脳に相当する働きをしている部分であることは分かりました。それ以上は…つまり、働きも分からずに作ってしまったわけですな。申し訳ありません。しかし、初めのうちは実に快調だったんです。どうだい、抜群の乗り心地だろう。素晴らしい車だわ。運転もせず、口で命令するだけで言う通りに動いてくれる車に、私も妻もすっかり気を許してしまいました。それは突然のことでした。車が自分の意思を主張し始めたんです。なんだ、勝手にドアが閉まったぞ。私の子供は渡さない。どこへもやらない。車が喋った。まるで人間の心を持った生き物のようでした。しかしなぜ車が心など持ったんだ？私も不注意だったんです。車の中で、あの元になったロボットカーを会社の研究所の方に移すつもりだと言ってしまったんです。研究所でバラバラにされる、あの車はそう思ったのでしょう。暴走車を発見しました。この警視庁の周辺を走り回っています。なんだと？とにかく一緒に来てください。はあ、僕も行く。せっかく来てもらったけど悪いね。今は君たちに構ってる暇はないんだ。つまんないな。もしシャラク君の作ったものが元になっているなら、警察が捕まえることはできないわ。なんとかしなくちゃ。急ごう。僕たちも追うんだよ。さあ、早く！あれだ！何をやってるんだ！これじゃ、ふん詰まりだ！タクシー！どちらへ？ねえ、急いであの暴走車を追って！見失ってるおじさんのせいだからね！はいはい。もっとスピード出ないの？これが精一杯なの。もう困ったな。僕が頼んだネズミ撃退機のせいでこんなことになっちゃったんだ。シャラク君にもう一度見つめになってもらわなきゃならないのかな。あの車を止めるために。誰か追ってく。Thank you.
し、このまま暴走車を挟み撃ちにするんだ。誰もいない。なんだあれは、本当に車か。ビルの向こう側に逃げたわ。追って。地下鉄に降りてったわ。行け行け。もう死に。一番線ご注意ください。上り通過電車が参ります。しかし完全に止めるまでは安心できませんよ。申し訳ありません。まったく、とんでもない車を作ってくれたもんだ。僕たちを巻くつもりなんだわ。嫌な感じがしたんだよな。シャラック君大丈夫？いや、びっくりした。どうして、どうしてくれんだよ。もうちょっとごめんなさい。よいしょ、だいほら、シャラック、うん、よいしょっと。今にわかるよ。え、なんだありゃ。できた。ワトさん、これで追跡だ。後ろに乗って。おい待てよ、俺の車どうしてくれるんだよ。あっ、バカ野郎。よし、追跡装置オン。見つけた。you
呼ぶのは誰だ。止まれ。言いたいことがあるなら僕が聞いてやる。セレック危ないわよ。人間の言うことなど信用できない。お前たち、私の子供を連れて行く。バカ野郎、僕を誰だと思ってるんだ。アベトル・ダムラル・オムニス・ノムニス・ベルエス・ホリマク、来たれ、アタイ・コンドル。うるさい奴らが来たぜ。ワトさん、こっちだ。追い詰めたぞ。この先は岬の灯台で行き止まりだ。もう逃げ場はない。シャラク君、なんでこんなとこ登るのよ。ここを登れば灯台に近いんだ。殺しはしない。シャラク、乗りなさい。え？私は人間に危害を加えない。しかし人間は信用できない。ひねくれた野郎だぜ。子供から聞いた。シャラク、この子を作った。頼みがある。なんだよ。私たち親子、引き離されるの悲しい。本当の親子みたいだわ。私たち離れたくない。ずっと一緒にいたい。シャラクならできる。シャラク君、なんとかしてあげられないの。よし。誰だ、こんなところに鉄くずを撒いたやつは。これでいい。よし、行け。たくもお、あれはまさか見投げよ。感情を持った車です。そうかもしれません。そんな、あの車はきっとどうしたらよいのかわからなかったんですわ。いきなり人間の感情を持ってしまったんですもの。感情を持った親子の車か。まあ今回は偶然にせよ、科学が進めばこんな事件も増えるのかもしれませんな。シャラク君、いきなり呼びつけて何よ。明かりつけて。ようこそワトさん。君を歓迎するよ。家の地下にこんなの作っちゃって、剣持教授は知ってるの？知らないさ。このアジトを知っているのは君と僕だけだ。君にはここを知る権利がある。ん？どうして？そうだ、もう一人友達がいたんだ。紹介しよう。この車。そういうこと。望み通り僕が一つにしてやったんだ。これでもう離れ離れになることはない。へえ、いいとこあるじゃない。それはどうかな。
僕はこいつと大暴れしてやろうと思ってる。さて何をやらかしてやろうかな。危ない危ない。ワトさん、僕眠たいよ。うん、わかったわよ。ベッドまでおぶってってあげる。よし、ありがとう。いい子いい子。キャンプへ行った僕たちは双子の美少女に誘われて別荘に泊まることになった。こいつはラッキー。なんて浮かれてもいられないぜ。あの蛇の群れは何なんだよ。しかも誰かがオサムとタカシを操って。な、何？バトさん、君までが。次回、三つ目が通る。美少女は蛇の使い。三つ目人三つ目墳、三つ目ワールドでまた。